どうもー、ちでーす。はい、今日はですね、こちら、つむつむからで、ピックアップガチャ全15個引いていきたいと思います。で、今回は全部引くと、こちらですね、ビビデバビデブーの曲付きフェアリーゴッドマザーが復刻ということで、はい。まあ、こちら最後いただきたいと思います。で、今回のつむリストなんですけれども、こちら。蒸気船ミッキー、蒸気船ミニ、リロ、ロマンス野獣、フリンライダー、クラリス、ワンダーランドアリス、パレードピンク、マッドハッターということで、今回はですね、リロがスキルマなんですよね。それ以外は、まあ、またレベル上げのために頑張って引いていきたいと思います。はい、そうですね。リロが、プレミアムチケットに変わってますね。はい、じゃあ早速引いていきましょう。さあ、1回目。何が出るか。さあ、何からでしょう。おー、蒸気船ミニーから来るか。なるほど。なんかね、蒸気船ミニーはね、最後の方までね、出なくて、すごい苦労したんですよ、出すのに。はい、次行きます。さあ、次は。お、ここで、プレミアムチケット。ちなみにですね、今回の、フェアリーゴッドマザーなんですけど、これはですね、僕、ガチャ、今までこれもう結構数引いてるんですけど、引いてきた中で多分1位じゃないですかね。すごい出たんですよ。これ期間限定なのでもうほとんどね、出てこないんですけど、すごい出て、一番最初登場した時に、あ、パレードピンク出ましたね。はい、スキル4の 25%。 一番最初その引いてた時にこれでもかっていうぐらいって、もう一体なんか一緒に出てたキャラクターが全然出なくて、なんかリベンジとかもやって出したんですけど、フェアリーゴッドマザーだけですごい出てきて、確かね、結構レベル上がってたと思います。はい、クリーンライダースキル3。はい、次どんどん行きましょう。今回はマックスになるキャラクターはいないかな。クラリス、あ、低いね、クラリスもね。スキル4の 25% ですね。はい。僕はね、基本、まあ、コレクターなんですよ。コレクターで、あ、フリンライダー、スキル3の 50%。低いな、フリンライダー。こう集めるのがすごい好きなんですよ。なので、つむつむも、プレイはめっちゃ下手だから動画化しないんですけど、これ、ね、ガチャはね、すごい好きなんですよね、こうやって。新しいツムを出すっていうのが。で、プラス、この育てるっていうのもすごい好きで、とにかく育てたい。どんなキャラクターでも育てたいっていう欲求もですね、結構あるんですよね。はい。ロマンス野獣、スキル4の 12%。ロマンス野獣も結構いってるね。はい、次行きましょう。だからどんなゲームをやってもね、育てていく系っていうのは好きで、結構ね、夢中になってやっちゃうんですよね。はい。マッドハッター、スキル4の 75%。結構いってるね。なんか、普段そんなに見ないキャラクターも結構レベル上がってますね。はい。ワンダーランドアリス。おー、惜しい。スキル3の 75%。うん。そうだね。アリスはね、全然出たイメージがないですね。はい、次なんだろう。おー、ここで蒸気船ミッキースキル3の 25% 低っ。めっちゃ低い。次はなんかね、期間限定ものだとね、その後ね、こういう時じゃないと育てることができないから辛いよね。はい、マッドハッタースキル4の惜しいな、 87% か。はい、次。お、野獣とティンクが残ってる。もう野獣が先に出た。ロマンス野獣ですね。スキル4の 25%。ロマンス野獣は全然使ってないな。なんか、どんなやつだろうと思って最初にちょこっとプレイしたぐらいですね。はい、じゃあ最後は、パレードティンクで終わりですね。スキル4の 37% か。そんなに育たなかったな。はい。そして、ラスト賞がこちらですね。受け取り。さあ、どんぐらいいくか。じゃん。おー、スキル5の 45%。
ほんとめちゃめちゃ出たんだよね。はい、というわけでですね、今回もピックアップガチャ完売にすることができました。次なんだろう、セレクトかな。はい、それまでまたコインの方貯めておきたいと思います。じゃあ今日はここまで。チーでした。